マツダは12月10日 CX-5、マツダ3、日本名、アクセラ、マツダ6、日本名、アテンザの2016年モデル3車種が、米国フス道路安全保険協会から2016トップセーフティピックに認定されたと発表した。2016トップセーフティピックは2015年に フスが衝突テストを実施したモデルの中で優れた結果を残した車に与えられる賞。この中からフスは最も安全性が高い車種に2016トップセーフティピックの称号を与えている。2016トップセーフティピックプラスに選ばれるための条件は 通常の全面オフセット時速 64km、側面時速 50km、後方時速 32km の各衝突テスト、追突時の無知打ち確認テスト、横転を想定したルーフ強度テストに加えて、スモールオーバーラップと呼ばれる、新方式の全面オフセット衝突テストで、優秀な結果を残す必要がある。 スモールオーバーラップテストは、フロント部分の運転席側1、4が当たるようにオフセットさせて固定バリアにぶつけるもの。対向車がセンターラインを越えてきて衝突した場合など、実際の衝突事故により近づけるための追加テスト。フスは 総合評価でグッと U となった車をトップセーフティピックに指定し、従来のトップセーフティピック以上に高い衝突安全性能を認めている。さらに2013年9月からは全面衝突予防性能を評価する新試験プログラムの結果も条件に、 全面衝突予防システムをオプション、標準装備する車種に関して自動ブレーキ機能の有無や自動ブレーキの検証テストを行った上で衝突回避性能を上からスーペリア、アドバンスド、ベーシックの3段階で評価する。このテストでは先行自動車のリア部分に見立てた。 政治目標に向かって、フスのエンジニアが、時速 20km よび時速 40km で、車両を走らせ、自動ブレーキによる減速性能を検証する。最高評価のスーペリアを獲得するには、自動ブレーキ試験で4、5ポイント、全面衝突警報付け車両への1ポイントの加算を、含め、総合5ポイント以上。 最高6ポイントが必要とされる。これらの条件をクリアし、2016年モデルの CX-5、アクセラ、アテンザの3車種は、フスから2016トップセーフティピックプラスの認定を受けた。北米松田のジムオサリバン社長兼 CEO は、各セグメントにおいて、 最も軽量かつ燃費に優れる車を開発している技術力が誇り。また、スカイアクティブテクノロジーが最も安全な車の設計に役立っていることも誇りに思うと述べ。